安保地域医療センターは、149床を持つ、病院。千葉県の災害拠点病院、安保地域における二次救急病院でもある。1964年、当時の千葉県立山市港の千葉県道302号沿いの、平久里川のほとりに建てられた安保、石会病院をその起源とする。その後2000年5月20日に、立山市山本に新病棟が竣工した。 赤字や、医師不足などの経営混乱により、経営以上の応募は、鉄商会のみで、運営実績と財務を基準に、亀田総合病院グループに決定して、2008年3月19日に、経営継承の合意書に締結した。社会福祉法人対応会に経営が引き継がれ2008年4月、現在の名称になる。当該施設の南側駐車場に隣接して、 救急棟が新築され、2012年4月完成。うち、1階を救急専門として、ICU5 床を配備し、2階に当石室や医局、医師当直室、3階を外来リハビリとする予定。ABC、暗号医師会病院が、春高都市医療の中核に担う沼田知事やテープカット、立山市、千葉日報、 P15 応募は、鉄商会のみ、経営異常申し込み立山の安保医師会病院。千葉日報、P17 異常先は、亀田グループ経営不振の立山、安保医師会病院運営実績、財務を基準に決定。千葉日報、P17 AB、経営継承の合意書締結換算の安保医師会、病院新病院名、安保地域医療センターアスケンに、 解説届を提出。千葉日報、P17AB、新旧旧棟が完成安防地域医療センター室、高い北米型医療を目指す立山。千葉日報、P9 安防地域医療センター救急棟着工へ、安全祈願祭。防備新聞。 http://www.bonichi.com <lad en> <listed> スラッシュニューススラッシュアイテム .htm, イードイコール 5396&、トキシドイコール P6P4&25 区時計0メートル4リットル52湯0午後19日から無料定額診療安房地域医療センター千葉日報 PQ ありがとうございます